皆さん木陰でくつろいでいらっしゃいますね。久しぶりに公園でですね、ゆっくりと本を書き写しをしたいと思います。このシートをですね、100均で購入したものですね。結構長く愛します。そしてこちらのクーラーボックス、こちらも同じデザインですね。今はちょっと売ってませんけども。そして今日はちょっとサンダルで来ました。このサンダルは安価なものですね。非常に楽で気持ちいいです。おはようございます、こんばんです。ちょうど太陽にですね、雲が隠れて今日陰になっているけれども、非常に心地いいですね。こういう場で大きめのシートがあればですね、結構手芸的なものが味わえます。そしてこういう大切な本をですね、持ってですね、出かけることもおすすめです。前にも紹介したこの陰影雷さんなんですけども、こちら本当におすすめです。日本の心というものが何か忘れかけられたものが書かれているんですね。これを書き写しにして、今回はですね、ちょっと読む前にまだちょっとお昼をですね、いただいていないので、今回ちょっとコンビニですけども、ザルそばをちょっといただきたいと思います。ちょうど太陽が出てきましたね。そしてわさびを、美味しそうですね。ではいただきます。いつもですね、このカップだけ持ってきました。でここに、氷をですね、ザクッと入れて、今回、こちらのですね、アールグレー、こちらを購入して、こういう音もいいですよね。そして、このコールスローサラダを購入しましたので、ゆっくり今回はですね、結構冷たかったでしたね。陰影雷さんをゆっくりですね、食べながら楽しみたい。いただきながらじっくりと読みたいと思います。この本はですね、一通りはもう読んでしまっているんですけども、時折こうさっと眺めてですね、折っても畳んでも音を立てない、それは木の葉の増えていると同じように、物静かでしっとりとしている、全体に我々はピカピカ光るものを見ると心が落ち着かないのである。西洋人は食器などにも銀や鋼鉄やニッケル製のものを用いてピカピカ光るように磨き立てる。我々はああいう風に光るものを嫌う。
我々の方でも少しずつ読んで、そしてまたいただいて、結構蚊がまだいますね。この読み返すっていうのもまたいいですよね。肌が黒ずんでくるのに従い、しっくりと似合うようになると。本当にこの本はですね、日本の楽しむ様をやはりこう書き綴っているところがですね、非常に心に訴えかけるものがありますね。透明の中にも全体にほんのりとした曇りがあって、もっと重々しい感じがするし、草入り水晶などと奥の方に不透明な固形物の混入をしているものを写真を見ても非常に心地よい時間が味わえますよね。非常に美しい写真です。そしてこの器見とれますよね。やはり日本人というのはこの光の使い方、光に対して、物を見せるっていうのは非常にうまいのかなと思いますね。この楼台非常に美しいですよね。こういうのもいいですね。いろいろな部分が時々少しずつ底光りするのを見るようにできているのである。豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが伝え知れぬ余剰を催すのであると。ピカピカ光る肌の艶も暗いところで置いてみると、それが灯しみの穂の揺らめきを映し、静かな部屋に折々風の訪れのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込むと。ちょっとこの一節を書きましょうか。今回ですね、ノートは毎回出てくる4コマ、無印良品の4コマノートですね。こちらで書いてみたいと思います。そしてペンはこちらステッドラーですね、リミテッドエディション。これ本当に心地よく書けるんですよね。少しずつ底光り、するのを見るようにできている。豪華絢爛、
難しいですね。天覧な模様の大半闇に隠してしまっているとなると、で余剰を楽しむ。素敵な日本語ですよね。暗いところに置いてみると、それが灯火の炎の揺らめき。灯火炎揺らめき、お、写し、静かな部屋に折り折り風の訪れのあることを教えてくれると。いや、素敵ですね。今日はこのぐらいにしたいと思います。はい、いかがでしょうか。本当にこういうシートとですね、そして大切な本があれば結構手芸的な時間が味わえます。これからの季節、秋の始まり、こういう大切な本をですね、どの本でもいいんですけども、一冊大切に大切に扱って読む、そして書き写す、そういう時間を持っていただけましょうか。もしこの動画が楽しかったらいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。